このセロは、2021年6月で製造されて15台19、あ、そうなんですね。というわけで、これで、奥地公園に行きたいと思います。というわけで、奥地公園はまだ先ですね。はい、というわけで奥地公園に行きたいと思います。これは、物産グローバル人材の採用であるI'm not going to do that.
新大阪ですね。ここで新幹線乗るか、そこです。新幹線と運転ができます。まあまあ今思ったらこれこの電車は呪いがついてます。なので、空気清浄機ですね、めちゃくちゃしっくりがついてて、というわけで新大阪の次は行きますよ。第4編成が通ります。そしてこっちは第4編成トップナンバーですね。でしたらこの次、まもなく東インクルに止まります。東インクルの次は江坂ですね。なんか、ここら辺から戻ってくる。またシートが雑に感じた感じ。ですがこの放送も多分いずれは高年者は見逃しっていう風にあるんじゃないんですよね。はい、高年者第3期長を発言してます。今日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございました。江坂です。降り落ちは右側です。扉から手を離してお待ちください。北急の、車内の忘れ物に十分お気をつけください。大阪メトロはここまで、これより先千里中央終点までは北大阪急行線の担当となります。そうです、つまり道民線が入れ替わるんですね。今日も井戸水線をご利用いただきましてありがとうございました。
反対側からも、あ、つけて、あ、向こうは09編成ですね。バイバーイ。というわけで、通常のところシート座ってみます。これは普段は厚いね、その新幹線のグリーン車と座席の生地が一緒です。本当硬さが、僕乗ったことないんですけど、一回新幹線のグリーン車乗ってみたいんですよ。これすごいな、なんか茶色の半球みたいなもんで、やっぱあれですよ、はい、これやっぱナノイですね。これすごいの作ったな、なんか最高でしたわ。次はちょっと連結、この連結部分はちょっとこのようになっておりまして、中に入りますとこんな感じで、で、ここを閉めるとという感じです。はい、だいぶね、本当はあんまり用意してないんですけどね、ゾートラインとか、なんだっけな、東京メトロとかもこのタイプなんです。